実演、今日もカードを使います。まずは1枚のカードを選んでいただきたいので弾きます。ストップを、ストップ。ではこちらのカード、皆様でよく見て覚えてください。 OK、 忘れないようにお願いします。まあ、この中のどこかにあるっていうのは分かってるんですけれども、まあ、ダイレクトに当てるってなるとかなり難しいんで、ヒントね、一つだけください。大きいか小さいかで言うと、小さい。かしこまりました。今は普通の大きさなんですけれども、こうするとこうちっちゃくなります。ちっちゃくなります。めちゃめちゃちっちゃ。この中でも特に小さいこちらのハートの2ですね。選んだカードはね。はい。確かに小さいカード選んでいただきましたね。いや、物理的にかい。実演、僕指先の感覚がめちゃくちゃ鋭いんで、ぜひ使っていただきたいんですけれども、証明しますね。トランプ持ってきました。52枚あるんですけれども、1とか50とか極端な数字は簡単すぎるんで、中間の数字でお好みの数字を一つおっしゃってください。21で、かしこまりました。21、それここ、ちょっと軽い、これで21だと思います。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、11、12、13、14、15、16、11、19、20、21。ほら、すごいでしょ。で、僕、この指先の鋭さの他に、もう一つすごい能力がありまして、1枚お選びください。そしたら皆様で見て覚えてください。OK、忘れないようにお願いします。じゃあ、中に入れてよく混ぜていきます。よかったらよく混ぜちゃってください。はい、ありがとうございます。で、この状態で、はっ!今何したかというと、瞬間記憶をしたんです。ちなみに覚えたカードって何でした？ハートのキング。ハートのキングは、24枚目、それ、ここ!皆様こんにちは、ポンチです。今日はマジックガチ勢のための2種類のマジで受けるトリックです。2つ目のものは誰でも簡単に行いますので、最後までお楽しみください。それではまずは小さくなるカードの解説ですが、本当にカードは小さくなりませんので、小さいカードを1枚用意してください。用意するのは実際に数字も小さいカードを用意してください。マジックショップや東急ハンズで4、500円ぐらいで売ってるかと思います。そしたらもう一つ特別なカードを使うんですが、これを知っているといろんなマジックに応用できます。こちらの何が特別かっていうと、こちらの小さいカードをしまえるようになってます。小さいカード以外にも様々なものをしまえたりするんですが、作り方としてはこちらのカードは2枚になってます。カードを2枚重ねたシックカードにポケットがついてるみたいな感じです。作り方は適当な1枚のカードにカッターで切れ込みを入れます。こちらの小さいサイズがちょうど入るぐらい、このサイズに切れ込みを入れたら、もう1枚のカードと重ねるんですが、周りだけ両面テープを貼って、真ん中は何も貼らないようにして、このまま重ねるとカードがくっついて、なおかつ切れ込みにこういったカードをしまうことができるというものが出来上がります。こんなのはすぐにできるんで、ジョーカー等で今すぐ作ってください。そしたらセットアップですが、小さいカードをこんな感じでカードの中にしまっておきます。そしたらこちらの向きも気にしながら行っていきます。まずこちらの小さいカードと同じカード、今回はハートの2はデックのトップにセットしておきます。そしてこちらのカードはボトムにセットするんですが、小さいカードがある方を自分から見て左側にセットアップしておきます。セットはこれだけになりますので、こちらのカードをポケットにさえ入れておけば、フォースカードをトップに用意すれば、こちらのカード付け加えればいつでも行えます。そしたら次にミルクビルドシャッフルを行っていきます。トップとボトムをしっかりと押さえて、このまま一緒に取ってきます。そしてこのままオーバーハンドシャッフルを行います。そうすると今これでギミックカードの上にフォースしたいカードが来ました。そしたら次にデックを一度カットします。そしたらお客様に弾いてストップと言ってもらうんですが、シックカードの原理により、このまま弾くとシックカードのところで止まって、こちらのカードが自動でフォースできる状態となってます。当然ストップと言わせるタイミングを合わせて、このままここまで持っていって、ハートの2を覚えてもらいます。そしたら次にスプレッドするんですが、この向きでスプレッドしてしまうと小さいカードが見えてしまいますので、右から左にこのようにスプレッドします。ここ省いてもいいんですが、このようにすると非常にフェアに見えます。そしたらこのまま回収して、シックカードがありますので、このまま弾くとシックカードのところで止まります。そしたらシックカードの上に一旦ブレイクを取って、このままカットして一番上に持ってきたいんですが、普通にカットしてしまうとこちらのハートの2が一番下に来てしまいます。なのでこのカードをカモフラージュしたいので、まずは上の少なめのカードを取って、ブレイクの間に差し込んで、そしてそのままの流れでカットを行い、こちらのカードがトップ、そしてボトムのハートの2はカモフラージュされる、このようにカットしていきます。そしたら次にカードを広げて徐々に小さくしていく方法ですが、ステージのカードマニピュレーションとかでよく使われる技法なんですが、まずは大きめ
めにファンを行ってください。そしたらこのまま閉じます。そして一旦押し込むような動きを入れても入れなくてもいいんですが、今持っているところよりも少し押し込んだ状態にしてこのまま広げていきます。そしてまた閉じて、また押し込んで、またこのように広げて、そして最終的にはまあめちゃくちゃちっちゃくなったみたいな感じでこのように広げていきます。流れでやると左手はこちら閉じている状態で、閉じたらキュッと押し下げて広げて、そしてキュッと押し下げて広げて、まあもう一回ぐらいキュッと押し下げて広げてあげます。今回のはコメディタッチの現象となってます。そしたら今トップのここに小さいカードがありますので、堂々とポケットから抜いてきて、特に小さいハートの2じゃないですかと言って小さいカードを出します。そしてこのままこちらのカードは表向きに広げて通常サイズに戻っていることを示します。ハートの2はこちら残ってるんですが、どちらかというとコメディトリックになるので別にね気にしなくていいかと思います。裏面に関しても切れ目はありますが、基本的に切れ目に気づかれることはありませんので、一旦裏目を見せてからこのように表を示してあげてもいいと思います。ファンの部分、当然綺麗なカードじゃないと行えません。最初のうちはこんな感じで押し込む演出を入れて小さくしてあげた方が楽にできるかもしれません。ここ非常に面白い部分なんで、ぜひ練習してみてください。トップにフォースカード、ボトムにこの向きでギミックカードがある状態で、まずミルクビルドシャッフルを行い、一度カットしてこのまま弾いてフォースを行います。そしたら右から左に一度このように広げて弾いてブレイクを取ったら、少なめをブレイクの間にこのまま入れて、このままこちらを上に持ってきてファンに広げます。閉じたら少し押してまた広げます。で閉じて少し押して広げます。で閉じてめちゃめちゃちっちゃいみたいな感じで広げたら、その中でもこちらのカードをといって取り出して、こちらを示して演技終了です。それでは2つ目に行ったエスティメーションプラス記憶術の解説ですが、誰でも簡単に行うことができます。ただし用意していただくものがこちらストリッパーデックでございます。台形になっているトランプのことなんですが、かなり詳しく解説している動画ありますので、よければ概要欄をご覧ください。ストリッパーデックはそんな高いものじゃないので、1つ持っておくといいかと思いますが、Amazon にあればね、リンク貼っておきます。東急ハンズとかマジックショップの方が安く買えるかもしれません。1500円ぐらいで手に入るんじゃないかなと思うんですけど、今回のものはまずセットアップとして 1,2,3,4 枚取ったら5枚目をひっくり返します。そしてまた 1,2,3,4 枚取ったら5枚目をひっくり返す。また 1,2,3,4 枚取ったら5枚目をひっくり返す。また 1,2,3,4 枚取ったら5枚目をひっくり返す。これを全てやらなくてもいいんですけれども、まあ40枚目ぐらいのところまではやっておいた方がいいかなと思います。そうするとどんな感じになるかっていうと、5枚置きに印がつくんですね。今回後半の方は省略しますが、これが目印になるわけです。サイドをつまんだ時に持ち上がる方が手前になるようにしてください。準備はこれだけでございます。しっかり揃えておいてしまうとちょっといろいろと気になりますので、少しこんな感じで置いてあげると多少気使う分がねなくなるかなと思います。そしたらこの状態で中間付近のお好みの数字をおっしゃってくれと言います。キリがいい数字だったら非常に楽に行えるんですが、例えばじゃあ18と言われたとします。そしたらまず1つ目の目盛りで5、そして2つ目で10、そして3つ目で15となります。カードの扱いに慣れてる人はパッと持った感じで15枚のところを持ち上げたなっていうのがわかるかと思います。そしたら今回は18なんで、例えば20枚取り上げて2枚を弾いて減らしてもいいんですが、普通に15枚取ってこんな感じで、あちょっと足りないな、3枚くらい足りないかなと言ってこのまま足してあげた方が楽には行えるかと思います。要は切りのいいところで持ち上げた後に調整ってことです。18と言われたら18ですね。これで10、あちょっと軽いなと言って3枚を付け加えて18枚になるように調整します。これで全て対応できるってものです。逆にかなり大きい数字を言われたら、上の10枚だけを取って後半部分が何枚ですみたいな、このようなやり方でもいいかなと思います。単純に大きい数字言われるとだれるんで制限かけた方がいいかなと思います。そしたらこちら 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18、これが指先の繊細さですとか言って、このままこの18枚をデックに戻した後、お客様はすごいとかねリアクションを取ってる際に、こちらのセットしてある台形の突き出ている部分をすべてこのように抜き取ってひっくり返しながらこのように重ねます。要はこれで何のセットもない状況になりました。そしたら次に1枚のカードを選んでもらいます。カードを取ったお客様の天地を気にしながら、基本はマジシャン側がこのようにくるんと回して覚えてもらって、そしてこのまま中ほどに戻します。そしたらあとは好きなように混ぜていただいて構いません。ただし天地がごちゃごちゃになるような混ざり方はダメです。普通のリフルシャッフルをやる分には全く問題ありませんので、このまま例えば押し込んでもらって
らったりしてもいいかなと思います。まあ、とにかく混ぜてもらいましたとして、突き出ている持ち上げれる部分を手前にして、かなり上の方とか極端なところにあったら、軽くカットして枚数を調整した後、次は記憶するんだと言って、このままパーッと見ていきます。お客様も中身が見えるような感じで見せてもいいんですが、基本的には問題ないんですが、多少サイドが気になるかなとは思います。そしたら今、カードの順番を映像として記憶しましたと言って、選んだカードは何ですかと聞くと、ハートの5と答えます。そしたら、あとは適当な枚数を言います。もちろんあまりにも違うところはダメですが、例えばハートの5は23枚目、それここですと言って、ハートの5のところで持ち上げて、このように示して演技を終了するわけです。1段目でエスティメーションを示していることによって、ここではお客様数えたいとはそんななりませんし、非常に説得力のある現象となります。ストリッパーデックを使ったトリックの中では最上級のものの一つだと思いますので、ぜひやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか？人と違うマジックをやるために下準備にもしっかりと時間をかけてあげてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。